ビジネスフラッシュ。今回は住むだけで健康になれる、そんな街づくりに貢献したいと語る医療法人社団観測道の理事長安本正文が登場。自身が院長を務める柏の葉総合歯科での取り組み、今後の歯科治療の在り方について詳しく聞いた。そして中古車業界を牽引するカーセブンこと株式会社カーセブンディベロップメントの代表を務める井上貴之に、業界の常識を覆す経営方針を熱く語ってもらった。来た来た、革命児が。この後すぐ、舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。最近よく眠れない。理由は自分でも分かっている。そう、俺を苦しめているのは虫歯だ。ずっと放置していたらだんだん痛みが増し、現在はこの有様だ。しかも親知らずまで同時に痛み出し、まさに地獄。歯医者に行きたいが、近所のところは虫歯の治療はうまいが抜歯が強引で、小さい時とてつもなく痛かった思い出があり、なかなか気が進まない。仕方ない、まず虫歯だけ治療するか。この男性のように歯だけでも複数の悩みを抱えている人たちも多いだろう。そんな中、どんな症状でも安心して治したいという人たちに救いの手を差し伸べる男がここにいる。医療法人社団観測道理事長歯科医師安本正文。安本自身が感じてすぐに動くという思いから名付けた医療法人社団観測道。全国の歯科医師向けに経営や医療技術など各専門分野のスペシャリストを講師として招き、勉強会、通称安本塾を開催し、日本の歯科医院の未来づくりをサポートしている。そして院長として経営する柏の葉総合歯科では、総合歯科という名が示す通り、各治療の専門歯科医師を揃え、治療内容やプライベート室など患者のさまざまな要望に対応できるように画期的かつ独自の施設を備えているのだ。柏の葉総合歯科に総合とついてらっしゃいますが、そうですね、はい、なのではその、内科さんがその内科の先生がおられて、はい、かかりつけやられると同じように、はい、ですから患者さんからするとお腹痛いといった時は内科、はい、目がといった時は眼科にっていうね、ご自身がこういうふうに動かなきゃいけないわけですよね。ところが総合病院に行くと、病院の中でこう動くことはあっても、外で動くことはないですよね、ですからしかも同じで、実はその歯科の中でも得意分野がありまして、義歯だとか、あるいはインプラントとか、あるいは抜歯だとかってなった時に、あるいは小さい時の小児科ってなった時にですね、一箇所の歯科に行ったら全部できるのかって言ったら、ちょっとそこはですね、だんだん歯科の医療もこう複雑になってきましたから、やはり本当は専門の先生を揃えて、難しい症例は対応しましょうということで、総合歯科ですから、私がですね全部できるってことではなくてですね、それぞれの専門医がきちっと、毎日いる人もいますし、月に何回っていう人もいるんですけども、とにかくそういう形で全部揃えるということで、専門的医療を提供するということで総合歯科という形になってるんですね。こういうこと言えないですかね。そこやっぱり総合歯科さんでいらっしゃるということは、小さい時から、で大人になってもその場所に住んでいれば、ずっとそこで一軒って言いませんね、その病院に通うね、同じところに慣れたところに通えるっていう
ことでもありますよね。そうなんです。実はですね、以下の中で、小さな時からですね、まあ、我々ゆりかごから墓場までって言うんですけども、一つの歯科医にカルテがたまるのは歯科だけなんですね。ですから皆さんは実は小児の時は小児科に行かれて、小児科の時のカルテは内科のありませんからね、あるいは耳鼻科のカルテはないですよね。ですから小さな時から総合病院行かないもんですから、実はですね、歯科は本当にゆりかごから墓場までずっとこう何十年の、まあ、だからもう古いからこんな分厚いカルテがあるんですよね。ですから本当はそこが医療の窓口になって、まあ、食べ物とかがありますから、そこでまあ調子が悪かったら実は歯科から内科さんですねとか、あ、それは眼科さんですねっていうふうになった方が日本の場合にはねいいんですけど、なかなかそうちょっと我々もそういうふうに対応ができてませんので、まあ、まずはそういう方向で地域の中でですね、まあまあ核になるようなそういう歯科学を作りたいということで、まあ、今回ちょっとやってみたんですね、はい、なるほどね、はい、だって歯ってほら生え変わるわけでしょ、はい、で、まあ、最後まで自分の歯でいける人とほとんどの方がね今度なんつうか入れ歯のね、あれになってくるわけでしょ、一緒の付き合いだもんね。そうですね、今でも、もう本当に虫歯はですね、欧米並みにもう撲滅された世界になってまして、もう今はもうほとんどお子さんの中にはいないんですよ。ですからもう小児歯科の役割は虫歯を治すっていうことじゃなくて、実は、まあ、食べ物の関係で顎ちょっとちっちゃくなってるもんですから、その辺の歯並びのこともそうなんですけど、歯並びの前にそれで食べるっていうことですね、咀嚼だとか、あとは呼吸がすごい重要になってきまして、口がポッとこう開いてしまう、口ポカンって言うんですけど、そういう方がすごい増えてしまってですね、口で呼吸する方がすごい子供お子さん多くなったんですね。そうすると鼻はちゃんと鼻毛っていうフィルターがあるんですけど、口ないですからそのままもう感染してしまって病気になりやすいとか、もうそういうのばっかりになってきて、だから我々は実は小児歯科は虫歯ではなくて、食べ方とか飲み込み方とか、それから呼吸の仕方を教えるのが実は小児歯科にちょっとずつまた変わる、はい、内容も変わってきてるんですね。求められるものがね、はい、そうなんですね。なるほど、はい、昔はですね、お母さんがお子さんに言うこと聞かないなら、はい、じゃあ連れてこいよって、もうなんか非常にそうそうそう怖い場所でしたからね。そうなんですそうなんですね、我々そういう風な形で言われてたんですけど、今は逆にね、いや、いい子にしてたら歯医者に連れてあげるわよぐらいの、まあ、そんなところにですね、歯科医がこう行けたらいいなっていうふうですけど、まだちょっと今、まあ、人気がこう非常に低いもんですから、行きたくないとこベスト3なのでぜひそのうちにこう、まあ、ここね、ディズニーランドさんみたいにね、行きたいとこベスト3まで行かなくてもベスト10ちょっと外れるぐらいにね、なんとか、あ、いけた。先生が素晴らしいキャラクターな終わりになるからね、大丈夫だよね。本当そういう感じになれたらいいなということで、そのためにはその、削ったりとかね、嫌な思いさせなければいいということになるので、嫌な思いさせないためにはもっともっと早い時から来てくれればいいということになるんですよ ね、 の段階からね。お客様の治療も患者さんの治療ももちろんですけど、学校での講習勉強会とかもされてるんですよ。まあ、そうは言っても少しずつ減ってきたといっても1億2000万以上いるわけで、当院だけでねできるってことはもちろんないですから、実はこういうその、まあ、地域のそれぞれ二次医療圏っていうんですけども、以下の総合病院とか市民病院さんがあるようにですね、ある一定の人口に対してかかりつけの歯科の先生と、それから二次の総合病院と、まあ、歯科もですね総合歯科とっていうふうな、このバランスをですね、まあ、全国に作れないかなということで、まあ、そういうこう志のある先生方と一緒にですね勉強会を作らせていただいて、まあ、歯科医の経営ももちろんやらなきゃいけないもんですから、設備等々いろいろあるもんで、ですからそういうことも踏まえて、まあ、今後の歯科医21世紀、これからのですね、まあ、歯科医の全体像ってどうなのかっていうことをですね、まあ、考えながらちょっとやらせていただいてるっていうところですかね、はい、続いては院内のセミナールームで行っている取り組みとその狙いについて。総合歯科 の機能としてですね、まあ、臨床という、まあ、治療の提供だけじゃなくて、まあ、人をこう伸ばす教育するということもあるんですよね。でそのために学校の歯科衛生士学校の実習受け入れ先になったりして、まあ、臨床の現場を見せるということ、それから勤務医の先生方ですね、まあ、立派な先生にこうどんどんなっていくということ、先ほど言ったように専門の先生、プロフェッショナルの先生来られますので、その先生の治療を目の前で見れると学べるという環境もですね、まあ、作るということがですね、我々でいう教育実習だね。そうなんですね、実際に現場なんだね、はい、まあ、患者さんとしてはですね、急になんか実習生みたいな、なんか不安になったりするんですけど、そこはちゃんと我々ですね、
はい、プロフェッショナルがいて、じゃあその見学や実習なんですよということでさせていただいているということですね。はい、それが院内にあるんですか。そうです、院内の中にね、はい、以下もやっぱ総合病院さんには看護実習生とかやっぱりいっぱいいますので、うん、やはり二次の病院としてですね、その辺は、うん、まあ、経営的には厳しいところですけども、それでもやっぱり役割としてはね、しっかりしなきゃいけないところなので、次の、医療人を育てるためにもですね、やはり、まあ、頑張ろうというところですね。はい、先生も以前はそういう指導を受けて来られたんですか。いや、じゃあそういう時はそういうシステムなかったんですよ。だからなんですか。はい、はい、ですから、まあ、変な話、まあ、非常に申し訳ないのは、患者さんでね、僕覚えてたってことになりますよね。一番最初の、レイさんなんでしょうけど、国家試験取ったからってうまいわけでも何でもないもんですから、やっぱりその当時もう二十何年前にもなりますから、その当時の患者さんからすると非常に申し訳なかったというふうに反省も込めてですね、これからの患者さんはね、そういうことないように、歯科医もやっぱそれなり傷つくんですよね、自分できないのに。でもやっぱり患者さん何とかしてほしいって言われた時に、まあでも僕がやったから罰になっちゃったケースもやっぱりあるわけで、もう少し自分に技術があったりなんかすればっていうんですけど、そういう神の手みたいな人そう何人もいるわけじゃないもんですから、だからやっぱりいろんな形でですね、レベルアップを図れるような歯科医が働きながらね、働けるようなところがあっていいなと思ってます。気づきがね、そこにあるようになって素晴らしいよな。反省ばっかりだ。いやプロフェッショナルでいらっしゃるからね、もう気づきがもうたくさんあるんだ、ね、ただ患者の歯を治療するのではなく、住むだけで健康になれる地域づくりに貢献したい、そんな思いから院内の施設に工夫を凝らし、来るのが楽しくなる歯科院づくりを心がけているという柏の葉総合歯科。その院長、さらに医療法人社団菅則道の理事長として、全国の歯科医師たち、日本の歯科医療界を牽引する安本雅文が見据える今後の展望とは。今柏の葉というところにですね、まあ、今これ一つ作ってるんですけど、まだ日本で多分一個しかないんですよね。あの競技場の我々、そうです、そうです、競技場の近くでいらっしゃる、はい、そうですですから、あそこの、まあ、恵まれた場所に私は出させていただきましたけども、これがやはりですね、まあ、全国にね、こう地域一つ常に広がっていただきたいというふうに思って、まあ、歯科医師の志ある先生方と、まあ、年に数回ですね集まって、まあ、こういう形の歯科医の展開の仕方ができないかということで、情報共有したり経営の勉強したり、あるいはネットワークを張ってですね、まあ、患者さんも移動するもんですから、やはりそういうところもフォローしましょうということで、まあ、いろいろ考えてやってるんですけどね、まあ、まだこの病院もまあ始まって1年半2年目っていうことなんで、これからですね、はい、一歩一歩、はい、進んでいきたいというふうに。そうか、患者さんも移動しますもんね。そうです、そうです、ずっとそこにまあまあ、ね、いられたら幸せだけど、はい、まあ、そうか、それをフォローしていくと、はい、なるほど、なるほど、ね、やりたいですね。うん、最後になりますが、はい、安本さんの格言をお願いします。そうですね、やはり医療はですね、もう目の前にいる患者さんを今ある技術と材料でやらなきゃいけないんですね。ですから今感じたことでまず動くということが、先ほど言ったように僕も私の人生も反省してばっかりですけど、でもやっぱり動けば何か結果が出て、そこで また勉強してという繰り返しなんですよね。ですから医療人としてまた人間としてもですね、やはり感を感じたらすぐ動ける、そしてその代わりすぐ反省をしてまた改善する、これをですね、今後とも繰り返していきたいと、そんな人生を送っていると思います。素晴らしいね、もう口の中からどんどん幸せが出てくるみたいなね、期待しておりますからね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする、エストラボ。現在、車を売って新車の購入を考えている方に知っておいてほしい話がある。つい数年前まで中古車業界では買い取り後、お客様へ支払うお金の振り込み期限がなく、噂では1ヶ月経っても支払いがなかったケースもあったようだ。さらに一度車を売ると決意したものの、数時間後にやっぱりやめようと思い、
買取業者に連絡すると法外なキャンセル料金を要求されたことが頻繁にあったりと、はっきり言って中古車業界は無法地帯だったのだ。そんな中、お客様だけが不安な気持ちになり、リスクを背負うのはおかしいと異議を唱え、これまでの常識を覆す試みを次々に行い、業界を牽引する男がここにいる。株式会社カーセブンディベロップメント代表取締役社長、井上隆之。井上が代表を務める株式会社カーセブンディベロップメント、通称カーセブンは、テレビ CM でもおなじみの業界最大手の企業だ。年間売上台数17万6千台、圧倒的な販売力に加え、高価買取をバックアップしている。さらに、ただ車を売るだけではなく、社員の名刺1枚につき1円を交通維持育英会に寄付するなど、さまざまな社会貢献活動を行っているのだ。そして、カーセブン最大の特徴は、自動車流通・販売システムの改善点を洗い出し、お客様が安心して大切な車を売ることができるようにと、悪いところは直し、いいところは進化させるという姿勢にある。今回は代表の井上隆之に、中古車業界の歩みから自身が行った業界の改革、創業当時の苦悩など詳しく伺うべく、スタジオに招き話を聞いた。なんかこう、私はカーセブンさんっていうと、冒頭にも申し上げましたが、本当に有名なね、お店ってイメージがすごくあるんですけど、でも経営困難な時期もあったと伺ったんですが。僕は一人の営業マンとしては、自信はありましたけれども、ただやはりマネージメントをしたことがなかったので、で経営のロジックで言えば、例えば商品を作って、であと営業マンで人を雇用して、獲得してくれば例えば、インセンティブくっつけてっていうような人事制度をやって、あとは用意ドンでやったら組織は僕は動くもんだと勘違いしてたんですね。実際にはそんなもんで、そんな簡単には組織は動かなくて、で結局だから先ほど教えたマネジメントしたことがなかったんですよ。で最初のやっぱり3年ぐらいでやっぱり会社が潰れかけましてね、もう借金まみれで毎月の赤字で、もう大変でしたね。社員さんは毎月毎月退職してましたし、でその時に、潰れる会社ってこうなんだなって思いましたね。もう明らかに自分の責任ですから、トップですから僕は。そうすると、これは自分は全然特別でも何でもなく、優秀でもない一人の人間だったんだなってことに気づけたことですね。僕今社員さんって表現しましたけど、当時社員さんって僕言わなかったですからね。仕事をしていただく感覚なんかなかったですもん。俺が雇ってやってんだみたいな。そうなりますよね。ところが実際にチームとかっていうの、組織っていうのは一人一人の社員さんにね、一生懸命活躍していただく、仕事をしていただかないと組織は成り立たないわけですよ。そのマネジメント僕は分かってなかったですもんね。でも面白いもんで、前すごい赤字で借金まみれだった会社がやり方を変えて、僕はあの時に思ったんですよね。今のこの会社は確かに大変なボロボロな状況だけれども、もしゼロから会社を作ったことを考えれば、社員さんだって何十人もいるし、フランチャイズのお店だって何十店舗もあったし、で一応借金は多い、借金の多かったけども現金もあったあるわけですね。ゼロから考えてれば10分も20分前に今いるわけですよ。なるほど。だったら今もしもう一回自分の心だけを、心をゼロから作ったと思えば、もしそれでもダメだった場合は本当に俺はダメなんだろうなと言って、もう一回再チャレンジをしたんですよね。そしたら面白いもんで、半年経たずして黒字転換しましたね。すごーい。ちょっと待ってください。その時はどん底からだからね、ギリギリの状況からですもんね。でもやっぱりそんだけ企業とか言って、本当に生き物ってよく言いますけど、本当に会社って生き物だったなと思いますね。元銀行員から中古車業界へ、代表として会社の経営、マネージメントなど様々な苦悩を経験した井上だが、今では業界を牽引する立場に。続いては井上が実際に行った改革、その裏に隠された思いを聞いた。
買取ビジネスっていうのはちょっと面白いビジネスで、お客様の車を我々買い取らせていただくわけなんですが、会社とか営業マンの利益とお客さんの利益って相反することがベースなんですね。つまり我々は1万円でも安くお客様の車を買えると儲かるんですよ。そうでしょうね。あ、そうですね。でお客様は1万円でも高く売りたいわけです。そうだそうだ。このいわゆる利益相反のいわゆるベースから逃れられない業種なんですよ。ところがどこの会社もその上にさらにお客さんの不利益になることを契約書で求めるわけですね。で僕はこれをちょっと極端な言い方をすると、自動車買取ビジネスというのは実はサービス業ではないと僕は言ってるんですね。で今回のこの自主規制に関しては、我々が初めて自動車買取業界がサービス業と胸を張って言える転換期なんだと、今がサービス業っていうのは営業マンの利益とお客さんの利益がイコールになるべきものがサービス業なわけですよ、ところが我々の側で逃れられない宿命があるんだから、そういう意味で言うといろんなところでちゃんとお客様に歩み寄ったメニューを我々は作らなくちゃいけないんですよ。これは業界の中で生きてるそれぞれの企業は責任があるわけですね。いやでもそれ打って出たら全員が賛成っていう、とてつもない、そんなことないですよね。いや、おっしゃる通りで、先ほど申し上げたいくつかのすごいことになると思うよ。いくつかのルールも、もう紆余曲折を得ながら、まあ、業界の大反対を放てしながら、まあ、まとめたルールなんですね。ところがやっぱりそうなると、私があの時思ったのは、じゃあみんなが厳しいルールをやらないんであれなら、あるならば、じゃあいいと、うちだけが厳しいやつ行くと、そしたら差別化になるわけですよ。カーセブン今安心宣言というメニューを作って、先ほど申し上げた例えば支払いに関しては、だって不安じゃないですか、書類と車を渡して3日以内に振り込まれると言いながらも、一方的じゃないですか。だって例えば不動産の売買契約って、書類の場合で渡すのとお金渡すのって同時なんですよ。そうですね。ところが車の買い取り業界だけ3日後なんですよ。怖いです。でしょ。だからうちはもう契約したら、本当に来るかどうかっていうね。契約をしたら書類もお預かりしてない状況で一部支払いしちゃうんですうちは、当日中に。安心してもらえるじゃないですか。もうそれは表明ですよね。なるほどね。企業姿勢の表明ですよね。キャンセルの戻しも申しに関しては、業界統一基準は翌日までお客様のキャンセルができるんですけど、カースは7日間まで伸ばすんですね。でさらに減額交渉を業界の統一基準は一部の条件を残しているんですけども、カースは完全放棄。プロの営業マンが減額交渉なんてそんなものは絶対しちゃいけないわけですよ。きたきた、革命児がこの業界に入ってきたって感じだな。だから、ね、全然違う職種で銀行員を、ね、やられてて、井上さん今度こっちの業界に来たっていうことはすごい革命だね。うちの会社で一番最初にそれを表明して、役員会で取締役会でまず表明したんですね。もうそしたらみんなが、お前頭おかしいんじゃないと、美味しいとこ全部ブロックしてるようなもんじゃないかみたいな。何言ってんのかと。そのお客さんがその後ね、当日中に払ったら、その後に持ち主からどうすんだと、っていう、まあ、みんな言うわけですよ。でも考えですよ。でもね、今までお客さんは、ね、書類と車両を渡して振り込まれるのを待ってるんだよと、よっぽどお客さんの方が不安だって、そうですよね。ところが今までの業界のいわゆる慣例が、そういう慣例でやってきてるので、僕が今話した話っていうのは異常なクレイジーな話なんですね。僕はこれをアイデアを考えてから発表してから前転で実施するのに2年かかりました。かかるよね。社内の人間、いわゆるスタッフの人たちに、社員さんに脳みそをシフトチェンジして、それを信じ込ませて、それをいわゆる全加盟店さんに話をして OK をもらうのに2年かかりました。自社なのにね。自社なのに、ね、実は自社が一番大変だったみたいなね。そのぐらい今回の我々のやつっていうのは結構ハードル高いんですよ。カーセブンの名で車を持たない人たちからも知られている株式会社カーセブンディベロップメント、自身の会社だけではなく中古車業界の存続未来を作るべく、時には逆風にさらされようとも、お客様の立場、思いを胸に刻み、日々奮闘する代表の井上隆之。そんな男が掲げる今後の展望とは。今130店舗、フランチャイズの店が130なんですけども、これを早急にまず300店舗に
することですね。おかげさんで安心宣言をやってからですね、フランチャイズの新規の獲得の件数がのとあとはスピードがすごく上がったんですね。で僕は実はその過去のビジネスの経験でもポリシーだとか理念とかあとコンプライアンスってものがお金につながるとは経験したことないんですよ。ところが今実際に僕が経験しているのはコンプライアンスを強化すればするほどお金が儲かるんです。ところが競合の会社はみんなコンプライアンスを強化すればするほどお金が儲からなくなると思ってるからコンプライアンスの強化に二の足を踏むわけですね。ところが実際にカーセブンはコンプライアンスを強化すればするほど差別化にもなるし、新規のフランチャイズの獲得が過去最高を更新したんですね。そういった形にして300店舗をまずすることと、いわゆる日本ではなくて世界中でのダイレクト流通、これを実現することですね。常に先端をでもから行くっていう自信があるわけですよね。いや、それそうじゃないと分けられないのよ。だから、我々がアジアを強くしなければ我々は世界で強くなれないっていうサッカー界、はい、そこにあるのよ。アジアだからアジアにすごくつぎ込んでるんですよ。指導者を与えたりなんかして、はいはいはい、ほんでアジアのレベル上げて、そこに勝って日本が世界にって、そういうことを今アジアで考えてるんだけども、いやすごいね、やっぱりそれなかなかできないでしょ。僕はうちの社員さんによく言うんですけども、自分個人が幸せになりたいんであれば自分の所属しているチームを幸せにしなさいと、で自分の所属しているチームを幸せにするんであれば、それは自分の今度会社を良くしないとダメだよと、で今度会社を良くするためには業界全体を良くしなくちゃいけない、ここまでは我々はできるんだと、業界を変えることはできるんだと。で業界の外にさらに言うと国家の話だけど、国家の話はなかなか我々が、ね、すぐできることは限られているかもしれないけれども、業界を変えることまではできるし、これはやらなくちゃいけないのと、というふうによく僕はうちの社員さんには言うんですけどね。いやなんか今日いっぱいこう力のあるお言葉を伺ったんですけど、いやいや格言は何ですか？格言っていうものじゃないですけど僕はやはり自分が優秀じゃないことをやっぱり理解したので、それでやっぱり、小学校の頃から気になった言葉ってあるんですけどね、ただこれはやっぱり真実だなっていうふうに思えてる言葉が、特に会社を潰しかけた経験もあるので、努力は天才に勝るですね。やっぱり、ね、そうですか、はい、いや素敵なね、なんかこう未来が感じられる素晴らしい話を今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。ノートに願望を書くと次から次へとその通りに目標が叶ったり、あなたが思ったことが実現していきます。あなたが欲しいと思ったものは何でも手に入れることができるようになるのです。信じられないかもしれませんが本当です。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、幸運を引き寄せたいならノートの神様にお願いしなさい。この本を書いたのは運命カウンセラーの丸井明夫さん。これまで3万人を鑑定してきた丸井さん、ノート一冊で人生を好転させるための方法をまとめた一冊、これからの人生をワクワクしたい方必見の一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。